中国の自国建造空母3トンという航空母艦があるんだけど、現在何やら不穏な動きをしているって話をつかんだよ。おお、何何？まず、このことを話す前にアメリカの航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする、空母打撃群が南シナ海に2021年4月に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行ったということを知っておいてもらいたいんだ。このことに対して中国側は航空母艦遼寧を中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に投入するなどして、日本側でもそれらの動向を海上自衛隊の艦艇航空機などで追跡していることが報じられたんだよな。そう、そこで今回の話の主役ともなる中国の国産初自国航空母艦3トンが出てくるんだ。もちろん3トンも南シナ海での軍事演習に送り出されていて、同海域における中国の強気な姿勢を示すものだとして周辺国の注意が向けられているよ。それじゃあ行ってみよう。今のところ中国海軍が収益させている航空母艦はこの遼寧と3トンの2隻のみということになっていて、対外的には中国海軍の軍事力の象徴的な存在として、アメリカに負けない空母打撃群を真似て作ったようなものだね。コピーは中国のお家芸のようなものだが外観が良くても中身がついていってないというのもよくあることだな。某バスケ漫画のパーフェクトコピーには程遠いね。外観だけ真似ても性能は真似できないよ。遼寧のベースとなるものは、旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ旧航空母艦バヤーグを、中国が目をつけてスクラップ目的で入手したものを完成させたんだ。ロシアには軍事目的ではなく、あくまでもテーマパークなどの商業利用を名目とする口実で中国が1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦遼寧として収益させたぜ。それが中国海軍初の航空母艦となったというのだからラルギエの良さだけには感服するな。よく言えば向上心があるってことだけど、中国にその言葉はもったいないね。ちなみに遼寧はどんな航空母艦なの？遼寧の初舷は、基準排水量5万、3000トン、満載排水量5万、9439トン、全長305メートル、全幅78メートルとなっており、航空母艦としては中型の船体なんだ。これに大体60機ほどの航空機を搭載することが可能と見積もられるよ。60機の搭載機数というのは排水量や全長等への規模から見れば多い方であり、そのうち戦闘機は迎撃後を最大24機前後の搭載に止めるだろうと見られており、航空戦力としての打撃力は限定的というのが軍事専門家の知見となっているぜ。この艦載機ともなる迎撃後は、遼寧と同様にウクライナを通して入手したロシアの、スホイ33戦闘機の試作機をもとに中国軍が航空母艦用に開発した戦闘機として作られており、2013年から運用されているんだ。ここでも中国のお家芸コピーが役に立っているというわけだな。遼寧は船首部にスキージャンプ型発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機を発艦する際に燃料兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力という観点からはやや乏しいだろうと感じているよ。まだまだ改良は必須ってことだね。ところ変わって3トンにおいては遼寧を完成させたノウハウと専門技術を持って、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦となっているけど、発艦方式にスキージャンプ型を採用している点などは踏襲されているため、同じく攻撃力に関しては疑問が生じるね。国産といってもこれといったオリジナリではないってこと？ 3 トンはどんな航空母艦なの？ 3 トンの初舷は、基準排水量5万、5000トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルとなっているよ。蒸気の推定値から遼寧よりも大型化が進められており、J15 戦闘機も 1.5 倍ほどに値する36機の搭載が可能であると見積もられるね。この3トンのスケール感は米海軍の大型原子力航空母艦を除けばすでに世界最大の域に仲間入りしていて、2019年12月に収益して以来、中国海軍の異様を知らしめる艦艇として政治的にも多数の場面で利用されているよ。どうせ大きいだけのデクの棒だよ。実はすでに3トンから続く航空母艦の建造に中国海軍が着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からはついにスキージャンプ型を撤廃しており、連離式カタパルトを装備すると言われているぜ。貪欲に新たなものを生み出す姿勢は評価に値するね。この003型航空母艦の動力源には米海軍と同様の原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカが保有する大型原子力航空母艦に肩を並べるとの見方もあると言われているんだ。ただ、
ここで問題となるのはカタパルト発進式に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だということが専門家から指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきた米海軍に即対抗できる戦力となることはないだろうな。いくら勢いがあっても、アメリカが積み上げてきたものにすぐに追いつけるわけもないよね。しかしカタパルト発進式に対応したステルス艦上戦闘機の開発もすでに中国側ら同時並行で行っていると言われており、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現の間近であるというぜ。この度2021年5月にアメリカ側が公開した情報によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を気ままに遠くから目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスケン艦長の姿が写真に収められたよ。その停止線の状況に物議と憶測を醸していたね。なぜなら2021年4月には衛星写真によって中国サンアの基地から出港した3トンが、丸1日以上同様の海域に停泊していたこともあったためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたと裏では笑い物にされていたんだ。こういった状況から遼寧や山東が空母打撃群としての戦闘行動が困難な状況であるという推測までされたんだ。補給用の艦艇や随伴する艦艇との艦隊行動ができないのではないかということも言われているぜ。ほらやっぱりデクの暴言、大きければいいってもんじゃないんだよ。世の中は何にでも小型化が推奨されているんだ。フィリピン沖で停止していた遼寧の写真からは、敵対視している米海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスケンを、不用意にも至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛する艦隊も機能していないのではないかとすら揶揄されているんだよね。海外メディアから多数の批判を受けた中国国防省は、当初は強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され遼寧等への能力について責任追及が行われているとも言われており、この先、大事に至る可能性もあるだろうな。遼寧や山東どちらにしても母艦としてのスケールはあっても、クルーや各部品については日本には到底かなわないと資料するよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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